フエルテ・ベントラ島襲撃は1740年に2度行われたイギリス海賊によるフエルテ・ベントラ島への襲撃。いずれも現地の民兵隊に撃退された。ジェンキンスの耳の戦争の時期にはイギリス海賊による襲撃が頻発しており、フエルテ・ベントラ島の襲撃もその一環とみられる。イギリスの船長の切り落とされた耳に由来する ジェンキンスの耳の戦争は1739年から1748年まで続いたイギリスとスペインの間の戦争である。戦争が正式に終わるのは1748年のことであったが、主な戦闘は1742年に終わった。この戦争の時期にはイギリスとスペインの海賊がそれぞれ襲撃を頻繁に行ったが、本記事では、 イギリス海賊によるフエルテベントラ島への襲撃のみ、記述する。トゥイネヘの町、2013年撮影。一度目の襲撃では、海賊50人がグランタラハルワンで上陸、内陸のトゥイネヘ村へ進んだ。海賊たちがトゥイネヘを略奪している間、島の民兵隊は集結して島を防衛しようとした。フエルテベントラ島は、過去にも、 海賊の襲撃を受けており、枯れたデフステルトとストーンの塔など要塞化が進んでいた。メルチョル・カブレラベ天候とは民兵隊を指揮してイギリス海賊に対抗した。民兵隊の反撃は成功を収め、海賊50人のうち30人が殺害され、20人が捕虜にされた。ジョージ・グラスによると民兵隊は棍棒や石を武器とした。 海賊のマスケット銃から身を守るために、ラクダの群れの後ろに身を隠したという。捕虜にされた海賊は、テネリフェ島に連行された。2回の攻撃の時間差はグラスが6週間としたが、ジョン・マーサーは1ヶ月とした。いずれにしても、2度の攻撃はほぼ同じ経緯をたどった。2度目の襲撃ではより多くの海賊が上陸したと考えられ、グラスは200から300人とした。 そして、一度目の襲撃と同じように、海賊たちは、グランタラハルで上陸して、トゥイネヘを略奪した。ただし、上陸した海賊の人数については、ジョン・マーサーは、50人が殺害されたとしており、二度目の襲撃では、海賊が全滅したため、マーサーの主張では50人が上陸したことになる。 グラスによると、短期間で2度目の襲撃が行われたため、現地民は慈悲を与えようとしなかったという。ありがとうございます。